橋本です。よろしくお願いします。今回の動画はですね、今週金曜日、夕方6時30分、Twitter スペースを、活用して、一人の、壮年の方の壮絶な体験、今現在進行中の体験を、本人出演のもと話していただく、そういう企画を立てました。タイトルはまだ決めてませんが、ここまで神様は試練を与えるのか、ここまで神様は魂を磨くために、ね、先進を深めるために、ご法度の心を起こさないために、どこまで行っても下座行をするために、そのためにこれだけの試練を与えたのかという、そういうお話です。僕はインタビューを聞いていて、いや、久しぶりというか、これだけの試練を受けた方を最近お会いしたことはございません。簡単な、あらすじだけお伝えしたいと思います。お名前とか、プライベート的なことは、ご本人の承諾を取っておりませんので、今は伏せます。ただ、ツイッタースペースで本人が体験談を語るときには、まあ、ご本人がお話をされる分には問題ないと思いますので、今日のところはご勘弁ください。今年71歳になる私より大先輩の方ですが、とても謙虚な方でございます。で、昨年の夏、原因不明の事故に遭います。大怪我をいたします。それが何で、どうしてどうなったって全く分からずに気を失って、気がついたら、道端というか、その土手沿いというか、まあ、そこで痛みの中、倒れていたということです。どういう怪我だったか。これは、顔面の複雑骨折、陥没骨折をしてたっていうことです。だから、骨が砕けて、そして、これが垂れ下がって骨がなくて、その関係で顔が、眼球が下がる。顔が歪む。目の位置がずれる。下がっちゃう。そういう状態でした。で、何日間も激痛で、もう寝ても覚めても痛くて、どうしようもなかった。で、最初は顔がこんな腫れたそうです。うん。で、痛みに耐えられなくて、2日後に、病院に行った。で、病院に行ったら緊急手術しなきゃいけないとなった。しかし、そこの病院で、条件があった。手術するにあたって。それは何か。ワクワクを打たないとダメだということを言われた。でも、もうこの方は、この石屋の仕組みをよく知っていて、これだけは絶対にダメだということで、苦渋の決断でその手術を拒否、強制的に退院してきた。そして現在に至ると。大怪我して約7ヶ月ぐらい経ってるんだけど、顔が、ね、少しじゃねえか。うん。そういう体験をされてます。で、この方、どうやって一時、この体を治したか。自分の免疫をフル活用しようということで、なんと40日間の断食を行った。40日ですよ。僕ね、何度か断食はやりましたけど、僕の最高は3日半です。この3日間の断食は僕も何回もやりましたけれど、40日なんてとてもじゃないけど尋常な人ではできません。でも、その甲斐あって、この方は、かなり、体が回復された。しかし、この歪んだ顔というかね、ここは、やっぱり整形しないと、治らない。そんな中で、この方は、今回の、この出来事を、
なんとですよ、神様から与えられたギフトだ、自分の魂磨きのためのこれはプレゼントだって、そういうふうに捉えて、そしてずっと先進、そしてご法度の心を起こさない下座行、これを徹底的に徹底的になされたということをおっしゃってました。で、特にこの、断食の40日間、この時は痛みもこらえながら集中的に内観をし、生まれてからずっと自分の人生を振り返って、そして過去いろいろご迷惑をかけたこと、そして、人に、なんて言うんだろう、悪さしたとか、いろいろなんかご本人いろいろ言ってましたけれど、そういったことに一つずつ向き合って、全てに感謝と、そして、なんだろう、謝るというかな、お詫びというか、そういう、なんていうか、内観をずっとなされてきた、そういう方のお話です。でも僕の動画に出会ってですね、私が常々先進しなきゃダメだよ、内観しなきゃダメだよ、ご法度の心を起こしちゃいけないよ、そうしないとアセンションした星にはいけないって常々言っていたんですが、私の動画を見て、もっと学ばなきゃいけない、もっと、魂磨きしなきゃいけないって言って、そして私に連絡を取ってきてくださいました。いや、僕あまりの凄さに返す言葉がね、正直ありませんでした。でもこの状況にありながらですよね、想像してみてくださいね。それでも病院にも行かず、ね、ワクワクも打たず、これが全てね、神様からのお試しだということで、自分の魂と徹底的に向き合うね、そして、下座行をやるね、徹底的に過去のね、起こしてきたことに対してね、謝ってね、そして感謝に変えてってやってる。それなのにまだ足りないって言って僕のところに教えてくださいって来られたんです。もう僕ね、もう返す言葉がなかった、本当に。で、とっさにインスピレーションがちょっと降りてきて、その方にずけずけと頼みました。この貴重な現在行われているこのその体験をツイッタースペース上で語っていただけませんかって、皆さんにお話ししていただけませんかって。で、1回の話がまあ30分か1時間に決めて、多分1回では話が終わらない、それぐらいな壮絶な人生を歩んでますので、シリーズ化しましょうと、何回かに分けて、話していただきたいんですが、いかがですかと、僕お願いをしました。そうしましたら、なんと快く引き受けてくださいました。本当にありがとうございます。感謝感謝でございます。いや、僕ね、自分もね、いろんな事故あってね、死に目にもあった、2回ね、それから倒産もした、離婚もした、ね、大病もしてる、現在もいろいろあるね。だけれど、この方の今の心境、現状からすると、まだ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 僕の人生の方が、なんていうかな、大したことなかったなって思うような内容です。ちょっとね、だらだら話しても仕方ありませんので、ここで終わりますが、今週金曜日18時半からツイッタースペースで、この方に今回のこの大試練、この試練の生のお話、そしてそれに対する、先進をして
魂を徹底的に磨いているこのお話を生でしていただきます。どうかご興味のある方、ぜひ聞きに来てください。でこれは録音も取りますので、その時間が間に合わなくてもその後も録音として聞くことが可能でございますので、どうかこの方のお話を聞いて、そして自分の今置かれている立場と、それからこれから先進に取り組む方々、そして自分の現状と比較しながらですね、何か一つ二つ感じていただけたらなというふうに思っております。本日は大変にありがとうございます。感謝申し上げます。ありがとうございました。